ロリコンチは松尾田です。今日は右脳左脳診断っていうのをちょっとアプリをやってみようと思います。じゃあそれでは行ってみます。じゃあ診断スタート。何も考えずに腕を組んでください。あなたはどちらの腕が上に来ましたか？左ですね。で、選択肢左、腕が上。何も考えずに指を組んでください。あなたはどちらの親指が上に来ましたか？左ですね。はい。マンホールの蓋が丸いのはなぜ？愛、上、丘。次は何かって言うんですね。し、聞く、こい。あ、わかりました。アメリカは D、韓国は W、フランスは E、では日本は。あ、これも楽勝ですね。次の数式はある法則性に基づいています。8809イコール6。7711イコール0。あ、わかりました。これポパイの算数です。ポパイの算数と同じですね。春、夏、秋、冬、1年の中で最も日数が長いのはどれでしょう？どれなんでしょうね。1年の中で最も日数が長いのは、冬は短いですよね。2月があるんで。次の式は規則性に従っています。UV イコール0、PR イコール1、BF イコール3。では、MI イコール。なんでしょうね。3択なんで、もうここは直感ですね。僕長く考えるのあんま好きじゃないんで、大体こういう場合は直感で。ここに天使、悪魔、道化がいます。天使は常に真実しか話さず、悪魔は常に嘘をつきます。道化は嘘も真実も、時には訳のわからないことも言います。A、B が天使なら私は悪魔だよ。B、A が悪魔だったら私は天使ですよ。C、B は天使じゃないですよ。と3人はいます。A、B、C のうち、誰が天使でしょう。B が天使なら私は悪魔。なんだこれ。わかんない。とりあえず、これ。あなたの診断結果は右脳です。感覚的に捉え、感覚で表現する天才タイプ、有名人では長嶋茂雄がいる。感覚で捉えて感覚で伝えるので、本人には感覚で理解できていても、なかなか人に的確に伝わらないことが多い。ありますね。ただし、右脳には優れた能力が潜んでいるので、天才肌が多い。あなたの IQ は105以上です。平均以上の頭脳を持っていると思われます。自分の強みや特性を生かせれば、社会で大活躍することを間違いなし、とのことです。はい。これ一応ネタバレって書いてるところをクリックタップすると、一応答えに行けるらしいです。なので、今日の答えが気になる方、僕は後で見ますけど、気になる方はアプリダウンロードして、このネタバレクリックしてみてください。まあそんな感じでアプリ紹介でした。それではまた。